5月1日パワフルスポーツのお時間です。今日は打撃と堅守で球界を席巻した柿原健吾選手の特集をお送りします。俺ってプロ野球選手になれるのか。九州の大学に一人の外野手がいた。足は速く肩も強く守備だけならプロになれるレベルではあった。ただ打撃面が弱く地方大学レベルの投手からもヒットが打てなかった。大学3年時に柿原はプロ野球選手になるために配球の勉強を始めた。監督に直訴して実際に捕手として練習試合にも出場をした。センスと身体能力で野球をしていた柿原は頭を使うようになり配球を読んで打撃ができるようになった。そしてその効果は最終年である大学4年に出た。リーグ戦では首位打者のタイトルを獲得した。そして大学を全国大会にも導いた。全国大会で見せた柿原の抜群の身体能力を生かした走塁と守備、全国区の左投手を苦にしない抜群の打撃を見てスカウト陣からの注目が柿原に集まった。そして迎えた2031年度ドラフト会議第一巡選択希望選手、中日柿原健吾、外野手九州工業大学。柿原は中日から一巡目で単独指名を受けた。中日スカウトは柿原のその身体能力を生かした守備と走塁は今の球界を見てもトップクラスであり、あとは打撃を少し鍛えれば球界を代表する選手になると語った。そして迎えた入団会見。柿原選手は九州出身ですが中日ドラゴンズの印象はいかがですか。中日ドラゴンズはバンテリンドームを本拠地としていることもあり投手陣がすごくそれを堅守で支えているというイメージです。僕もチームを支えられる守備をしたいと思っています。守備で活躍ということですが柿原選手ご自身で考える自分の魅力についてお聞かせいただけますか。そうですね、私の魅力は足ですね。この走力を生かした走塁と守備を見せたいと思っています。ただまだ打撃も守備も課題があるので大島監督に教えていただきながら成長していきたいと思っています。1年目、柿原は開幕1軍を勝ち取る。守備固めからの出場やダイソーでの出場からチャンスをつかみプロ初本塁打も放った。走塁と守備はプロ野球でも通用することが分かった。ただ打撃面はまだまだであり柿原は大学3年から続けている配球の勉強を続けた。プロのデータの豊富さに驚きながらスコアラーの協力も仰ぎ相手投手の分析に励んだ。2年目、シーズン中盤からレギュラーをつかみ取った。配球への理解が深まり守備位置への活用も進み広い守備範囲でファンを魅了した。そして配球データの活用と筋トレの効果もあり打撃成績を伸ばした。打率は3割となり柿原に対する各球団からのマークが強まった。3年目柿原は苦しんだ。各球団からのマークが厳しくなったこともあり打率は2割5分前半となった。2年目のジンクスしかり、活躍して2年目となると研究されるのが常であり、ここからどう来年からを打ち破れるかが柿原にとっての課題となった。4年目、柿原は殻を破った。レギュラーとして初の全試合出場を果たし打率3割2分5厘、本塁打18本、盗塁36と一流選手への階段を上がった。そして4年目にして初めてゴールデングラブ賞ベストナインを獲得した。柿原はゴールデングラブ賞を目標としていたこともありとても喜んだ。世間からは柿原は
トリプルスリーに近い男として注目をされた。ただ柿原はソロ本塁打を狙うくらいなら塁に出て足で投手にプレッシャーを与えてチャンスを作る方がいいという考え方であり、インタビューでもそのように語った。5年目柿原は初めてクリーンアップを任された。ただ成績は伸び悩んだ。5番ということもあり、相手投手がギアを入れて投げてくるということもあるが、近年再流行してきていたまっすらやナチュラルシュートに特に苦しんだ。バットの芯を外されることが多く、配球を読んで一撃で仕留めるという柿原のスタイルでは苦しむ投手が増えてきた。しかしここ一番での守備と走塁ではチームを何度も救い、チームを4年ぶりの日本一に導いた。6年目柿原は動く球への対策を進めたが、それにより打撃を崩し、打率は2割5ぐらいを記録した。また盗塁数も2年連続で30個の壁を越すことができなかった。各球団強肩揃いの星が多いということもあるが、盗塁成功率は高くなく、柿原は盗塁技術をシーズンオフに磨くことを決めた。陸上選手との合同練習に参加したり、大学の研究に参加したりと技術を磨いた。7年目柿原は久しぶりに打率を3割台に乗せた。動く球への対応に完全に順応できたこと、選手としての風格がついてきたことによって相手投手に対して強い気持ちで向かっていくことができるようになったためである。そして盗塁数も36と30の壁を突破した。まだまだ成功率としては高くないものの、その素早いスタートは電光石火と呼ばれた。8年目柿原は初の主要タイトルである盗塁王を獲得した。盗塁数こそ昨年と変わらないものの、成功率を上げ盗塁王の名に恥じない成績を残した。年齢は30というピークを迎えており、打撃にも磨きがかかっており、3割1分台の打率を記録し、塁上から相手バッテリーに揺さぶりをかけた。また4年目から獲得しているゴールデングラブ賞は5年連続での獲得となり、中日の鉄壁の守備陣をセンターから支えた。そしてこの年に行われたワールドチャンピオンシリーズでは打率3割6分8厘を記録し、チームを世界一に導き、ベストナインにも選出された。名実ともに日本を代表する外野手となった。9年目柿原は過去最高の96打点を叩き出した。クリーンナップを任されていたこともあるが、チャンスで長打を放ち、多くのランナーにホームベースを踏ませた。10年目柿原は能力のピークを迎えるが、成績としては伸び悩んだ。ただチームの主力としてチームをリーグ優勝へと導いた。大舞台のここぞの場面で強さを発揮した。実際に今年の日本シリーズではチャンスで殊勲打となる一打を放ち、3割6分4厘1本塁打6打点の活躍で日本シリーズの MVP を獲得した。11年目、柿原は初めて2番打者としてシーズンを送った。小技やエンドランも器用にこなし、2番打者として活躍をした。上位打線につなぐ役割だけでなく、自分自身でランナーも返せる強打の2番打者としても機能を果たした。このオフ柿原はポスティングを申し込んだ。今が一番脂が乗っている時期、ここで行かないでどうするのか。ただ球団は却下をした。柿原はチームの顔であり、日本で野球をしてほしいというのが球団の意向だった。12年目柿原は4年ぶりに打率を3割台に乗せた。優勝争いをしているシーズン終盤に2試合連続で逆転のピンチを助ける本塁への華麗なストライク送球を見せたことから柿原の代名詞となった。13年目柿原は2度目の盗塁王に輝いた。盗塁数はキャリアハイとなる48を記録し、盗塁成功率も8割台に乗せた。脚力は全盛期から落ち込んできているものの、相手の配球を読んで盗塁をする高い技術を見せつけた。14年目能力が落ち込んできている柿原、ただまだその実力は健在であり、打撃でも走塁でも守備でも活躍した。特に守備はまだまだ健在であり、11回目のゴールデングラブ賞を獲得した。そしてそのオフ柿原は2度目のポスティングを申請した。最後のチャンス、僕の将来のためにも一度
海外でプレーをしたい。球団も柿原を尊重し、申請を承諾した。15年目柿原はメジャーリーグデビューを果たした。37歳のオールドルーキーであるものの、メジャーでセンターを守った。本塁打こそ出なかったものの、打率は3割台に乗せ、盗塁も19と十分な活躍を果たした。また、シーズン最終戦に3安打を放ち、日米通算2000本安打も達成し、球史に名前を残す一人となった。16年目慣れない環境と年齢と戦う柿原は、調子を上げられず、打率は過去最低の2割1分台となった。守備固めとして試合には出続けたものの、シーズンオフに解雇が宣告された。そして、柿原は引退を考えたものの、古巣である中日からの熱い呼びかけに応じ、日本への復帰を決めた。17年目、柿原は代打、守備固めを中心に出場していた。そして、シーズン中盤に引退を宣言した。今年1年海外で学んだことを、直接選手として伝えることができた。来年からは指導に専念をしたい。と語った。昨年オファーをいただいた時に、球団からは選手じゃなく、コーチとしてもオファーをいただいていた。ただ、直接選手として伝えたいこともあったので、今年1年間は選手としてプレーをさせていただいた。来年は僕の今までの経験を伝えることだけにより集中して、チームを日本一に導きたいと思う。と語った。以上、日本だけでなく、メジャーも渡り歩き、日米通算2000本安打も達成した柿原健吾選手の特集を終わります。Eベースボールパワフルプロ野球。